はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4の DLC 第3弾、ファーハーバーを続きやっていきます。で、現在、ファーハーバーという島に来ております。連邦とはまた別のワールドで、まあ、連邦がここと考えると、ファーハーバーはこんぐらいあるというよりは、まあ、多分連邦と同じぐらいの大きさのマップかな。ここで、行方不明になっている娘を探してほしいとの依頼を受けてやっていくと、で、まあ、情報交換を条件に、なんか敵が迫ってるそうなので、一緒に戦ってあげよう。あんまりいい武器今持ってないけども、これ、うん、こっちでいいか。あ、これにしよう。で、この人についてって、この街灯はなんかいる？地雷。これから何が始まるんです？ん？時間がないわ。こっちに向かってきて。ん？自分の身を守れ。撃ち方よーい。うん。おう。何かが来てる。ガルパ？よく見えないぞ。あれか、ガルパー。待って、バツでほい。おお、謎の人物の助け。なんだこのナメクジみたいの。地雷。リロード。ドラムマガジンだ。あ、死んだ。伝説のガルパー。オラ。仲間がやられる。全部やった？ん、なんか来てるぞ。敵。アングラー。バッツ。そんな強くはない。リロード。霧でよく見えないな。切り抜けた。もういい加減うんざりだわ。船体を守った。なんだ今のは。今の人どこ行った？アビリー。これで状況が理解できたでしょう。キリコ、それが吐き出す生き物が島全体をみんなから奪い去っちまった。でも助けてもらえるならその価値はある。キリってどこから説明したらいいのか。霧は放射能を帯びてるの。深い霧に取り囲まれた場所がある。あれは強力な死の灰。危険であることはもちろん、問題はそれだけじゃない。霧の中で生きてるものがいるのよ。内陸には港を襲ったやつよりももっとひどいのがいる。生き延びたのは素晴らしい。それでも生き延びてこれたのだから強いはずだ。頑固なだけさ。私はアベリー、もう船体の後ろで縮こまってられない。そろそろ本当の問題に対処させてほしい。敵人がいてこの銃があればチルドレン・オブ・アトムのカルトを潰せる。霧は昔からここにあったわ。チルドレンが作り出したんじゃない。放射能連中が来る前は霧はひどくなかった。連中が来てからおかしくなったんだ。そろそろ何とかしないと。よそ者にこんなことで迷惑をかけるわけにはいかないわ。チルドレン・オブ・アトム。なんかさっきからいろんな人が映り込んじゃってるんだけど、前回のメカニストの装備は外しておりますよ。チルドレン・オブ・アトムってなんだそら。チルドレン・オブ・アトムが関係を？宗教的な連中よ。アトムの力を崇拝している。つまり放射能かしら。詳しく知りたいなら自分で探して聞くしかないわよ。以前はあいつらとも友好的な関係だったけれど、短期で厄介者のアレン・リーのせいで。もう十分だろ。あの伝道師は港に来て島を失ったのはアトムのおぼし飯だと言った。多くの友人や家族を失ったのはクソアトムのおぼし飯だと。そしてアトムはここからみんなを一掃すると。アレン、私だったらあの伝道師にしたことであんたを縛り首にしただろうね。伝道師？彼が伝道師に何を？アレンが銃を突きつけたの。伝道師が彼の銃に手を伸ばしたと言い張って。ここに警察はいないのよ。法律と言えるものもない。あるのは慣習と大衆感情さ。伝道師の話が終わった後、誰の目にも明らかだったのは、アレンを刺激すれば事態が悪化しただろうってことよ。本題に戻ろう。本題に戻っていいか。悪いわね、いろいろと。霞なら人造人間の避難所、アカディアのある内陸に行ったわ。危険な道のりだからオールドロングフェローに案内役を頼むといい。霧のことは彼が一番よく知ってる。でも変わったところがあるから注意して。ロングフェローとは？オールドロングフェローはどういう人だ？島で一番の漁師よ。怖いもの知らずの変わり者だけど、アカディアへ行く必要があれば案内できるのは彼しかいないわ。ただこの辺りの人たちは頑固でわがままで、あまり褒められたところがないんだけど、ロングフェローは特にそれが顕著な人よ。なるほど、情報ありがとう。情報ありがとう。ロングフェローは酒場のラストプランクにいる。あとお願い、できれば町で手助けしてあげて。拒否されてもよ。マリナーやキャシーたちには助けが必要なの。二度と言わないかもしれない言葉を言わせて。ありがとう。なるほど、結構いろいろ手助けを必要としてる人がいるんだね、ここ。ロングフェロー、本当にそのリビング・オン・ザ・エッジ、パワーハーバーの住民を助けるで、ここにパワーマンを置けそう。本当にその霞って、まあ、あの娘は人造人間のとこ行っちゃったんだね。さあ、じゃあちょっと観光しようかな。バーハーバーギフト。ここお買い物だね。アレンリー。アレン。本土人か。こいつはいい。銃をぶっ放して自分をヒーローだとでも思ってるのか。これは俺たちの戦いだ、お前のじゃない。手を貸そうとしただけ。おい、手を貸そうって言っただけだ。施しは人をダメにする。どんどんすがるようになり、やがては施しなしでいられなくなる。次にお前がいない時にどうなる？その次の時は俺たちハーバーマンが自分なりのやり方で生き残るか、一緒に長い旅路に出るか。だから装備品を買いに来たって言うんなら本題に入ってくれ。そうでないならここを出る最初の船を捕まえな。チルドレン・オブ・アトムや他のもっとひどいものにやられる前にな。取引お願いします。何があるか見せてくれ。取引しようか。まあ弾は売ってるよね。まあ武器も売ってるし OK。こちらはベイトショップへようこそ。ガラクタが欲しいならお役に立つよ。取引しようか。喜んで。なんかこの人目の位置が左右非対称なんだけどここもいろいろ売ってる。ザ・ラストプランク。マップを見てみよう。なんかパワーバーがよくわかんないところにあるんだが気になるな。なんだろうあれここの海は入った時点でラッド10のダメージがあるんだけど、なんか方角を見た感じでははい、ちょっと探してみようかな。ないな、パワーマン。また今度にしよう。で、何人かが助けを必要としてるから、訪ねてみようかな。キャシー・ダルトン。どこにいる？マリナ。船は確かに誰も受け。でもあんたがいなかったら、もっとひどいことになってます。私はマリナーとか船大工とかウンビアとか、ハーバーを浮かばせているたった一人の人だとか呼ばれてる。まあ、キャプテン・アビリーは別としてね。あなたがここにいて幸運だ。この人はあんたがいてくれて町の人は幸運だ。おだてたって無駄よ。でもそうね、手を貸してくれる気はあるかしら。修理のために道具が必要なんだけど、特別な道具が簡単には手に入らない道具よ。もし手に入ったら450キャップは出すけどね。報酬についてたった450キャップのために命をかけろと。キャップはあまり持ってないわ。でもオールドジミーのショットガンがあるから、それをあげる。ショットガン使うことはもうないから。オッケー、力になろう。乗った、手伝うよ。イーグルス後部製確証、そこに道具があるはずよ。使われる言葉。マップがアップデート。パールブレンチ。違う、ブリーチか。こりゃこの DLC 相当長いことになりそうだな。パワーツールを入手する。そしてなかなか遠いと。どんどんクエストを受けてみるか。ここでキャシー・ダルトンはどこだ？こっちにいる。あなたか。ここに着いたばかりっていう本土人ね、気をつけた方がいいわ。この島はあなたの行動を全て監視しているから。私は知ってるわ。パーハーバーに足を踏み入れた者の中で最も偉大な家族が島にバラバラにされたの。暴力と血と復讐の物語よ。イカれてる。島が生きてるとだ。完全に頭がいかれてる。あら今はそう思うかもしれないけど、話を聞き終える頃にはそんなことは言えなくなるからね。聞きたい。面白そうだ、聞かせてくれ。そう言うと思ったわ。私の家族ダルトン家は代々ファーハーバーの誇りだったわ。戦争の前からね。ダルトン家は木材業と漁業で富を成したけど、だんだん強欲になっていったわ。島から奪いすぎたの。島はそれ以来復讐を行うためにダルトンを一人ずつ殺していったわ。私がダルトンの最後の生き残りよ。でもそこでこの話は予想外の展開を迎えるの。謎のよそ者がファーハーバーにやってきたの。強くて腕の立つ人よ。その人の助けを借りてダルトンの最後の生き残りはようやく代々の恨みを晴らす機会を得たの。よそ者とは自分のことか。当ててみよう。家族の恨みを晴らす手助けをする、そのよそ者とは俺のことと思うわけだ。あら、飲み込みが早いのね。いいわ、頭がいいことは大事よ。この物語であなたは危険に満ちた役割を果たすことになるからね。ほら、復讐の物語の第一章が始まるわよ。そばかす顔のピーティの悲しい物語についてよ。ピーティはいとこだったの。決して問題を起こさないいい子だったわ。ラッキーなのはそばかすのおかげだって言ってたんだけどそういうわけにはいかなかった。国立公園キャンプ地で食料を探していた時だった。島がフェラルグールに彼を襲わせたの。島はその気になればどんな卑怯な手段でも使ってくる。とにかくピーティはなんとか町に戻ってきたんだけど、怪我のせいでその晩に死んだわ。もちろんそのフェラルたちは今もまだ次の哀れな愚か者を殺そうとしてその辺をうろついている。考えられないことよ。ピーティの仕返しをしよう。そのグールたちはもう死んだも同然だ。まあよかった。あのよろよろ歩きどもはとっくにピーティにしたことの償いを受けていたのね。ブラッド態度、見事に話に乗せられたけど、まあこの人の依頼も受けてあげよう。そしてメインとなる人にもまあ話しかけて、なんだこれ動力話しかけておこう。ラストプランク、酒場、なんだなんだなんだ。おいみんな、話をしてるとこなんだ。口を閉じろ、耳を開くんだ。霧がまた向かってきているが、これを迎えるのにもう一杯やる以外にいい方法が思いつかない。店のおごりだ。よし、酔っ払ってる。この人だね、オールロングフェロー。なんだこれ、素晴らしい。お、島中のぽいぽいぽいマップマーカーが排除された。お、あなたオールドロングフェロー。キャプテンアベリーからアカディアへ連れて行ってくれると聞いた。向こうで乱闘があったってな、手を貸したのか霧の中で死ぬことになる連中を案内するのはやめたんだ。最後のやつは5分もついてこれなかった。賄賂、賄賂家出少女を探しているんですよ。家を出て行った娘のことを両親が心配してる。アカディアに行ったから探さないといけない。アカディアの方へ行く連中にはいつも何か起こる。死ぬほどの価値があるのか。うん、一か八かだ。これまでもっとすごいことをしてきた。口が達者じゃないか。アカディアには連れて行くが命令に従い、言われた時に言われたところへ行け。それでも楽じゃない。ラッド X とか必需品をしっかり集めろ。仕事を始めるのはその後だ。なるほど。ラッド X は持ってたと思うし、じゃあこの町以外はもうバリバリ放射能汚染されてますよっていう感じか。行こうロングフェロー。じゃあついてこい。早々に行ってみよう。それでこれもオンにして、国立公園キャンプ地、ホテル、いくつかの地点がもう見えてるが、沼、灯台、ジュークボックス。この人についていけばいいんだね。ここ2階なんかある。室内にまでなんか霧が。ラッド X、あ、たくさんあるね。楽勝だ。ん？あ、ビールもらったすみません。深い霧は恐ろしいものの集まりだ。行こうか。じゃあ常に警戒しろ。アカディアは山にある霧の層の上にある。少し登る。これを体に入れといた方がいい。味はひどいが役に立つ。マイアラクジャーキー、あんまり野蛮な人にも見えないけど、マイアラクジャーキーどれだ。これか。毒耐性、食ってみた。すっげえな、もう。すでに放射能があるからラッドアウェイも必要だけど、ラッド X で耐性つける。足跡、まだ新しいトラッパーのだ。銃弾が飛び始めたら身を隠せ。息の見たかったら頭を上げるな。オッケー。まだ数歩だけど、そっから出てきて、なんか馬車とかで行くのかと思ってたけど、そっか、こんだけ放射だったら馬車でも行けないか。で、ニックもついてきてるから3人か。お、なんかいるぞ。あれが敵か。ほら。ああ、弱い。近距離バッツで。ここのレイダー的存在か。右腕が狙えないな。OK。もう一人が上にいる。どこだ？いない。あ、いた。これくらい。隠れちゃった。出てこい。バッツで。はい。ん？お、なんだ今のは。とりあえず倒した。まあそれは結構いろんなところトンパチしてきたしな。君は人をおかしくする。人が変わってしまう。脳に影響を与えるんだ。トラッパーは元から卑劣だったが、今は。グレネード装備しとこう。ここ見つけた。オッケー。ん？またいる。グールだ。次はどうする？誰に見つけた。オッケー。グールは敵じゃないわ。山道もいいけど、ちょっとこっちも気になるな。待って、まだいるじゃん。あ、そういえばファーハーバーに来たモンスターの伝説がいたけど回収してないや、アイテム。今度回収しとこう。ここには何もないか。何もある。何もない。さあ、山道を行くが、マップの感覚がよくわからないな。こっち行った？いや、霧に火が入ってますます何も見えない。ウルフなんか銃向けてる方がおかしくないかこれ。肉よし。島では何でも獰猛に育つぞ。まだまだだな。まだまだ。いやー、何も見えないなこりゃ。おお、クローラ。深い霧から離れない連中だ。避けた方がいい。でもわからないぞ。デスクロ的なやつか、連邦で言う。俺が幼かった時、背がお前の膝の高さにも満たなかった頃だ。島中が霧に覆われた。霧はやがて後退した。みんな元の場所に戻り気を抜いた。それが当然と思うようになった。みんな覚えてないが、全て前にも起きている。このままついてってるが、サブクエストのキャンプ地もすぐ近くにあるんだよな。ちょっとどうしようかな。ああ、詰まってるけど。見つけたぞ。ガルパー、はい。こいつはファーハーバーに来たやつだ。マイアラク、伝説のガルパー。戦ってる。こっち使おう。戦わせてみようか。ガルパーの方が全然強いんじゃないか。あ、マイアラク追加。おお、近い近い近い。変異した。痛い。腕を怪我した。ちょっと待って、ダメージ高いよ。じゃあダメージがすごい高い。回復。あんまり食わないな。よし、伝説ガルパー倒さないと。ここオッケー。何持ってる？コンバットライフル。人間ダメージ増加。あれ？デスクロの皮持ったよ。放射能はまだあるけどラット X 使ってるから大丈夫。あのままついていきたいとこだが、ちょっとこの人放置してこちらの方に行ってみたい。サブクエストの方。ここか。待ってキャンプ地に来たが、ステルス攻撃を。見つかった。お、なんか食ってる。うい、伝説だった。よし。ん、右腕コンバットアーマー。さあ、サブクエストの目的地に到着して、ここ何のサブクエストだったっけな。おっと、なんかバツの武器を向けてる方向がおかしいぞ。これは死んでる。アイテム回収だったっけな。誰か死んでる。あ、グールを始末すればよかったのか。よし、それじゃあ今回はここまでにして、キャシー・ダルトンのサブクエストさっくり終えちゃったんで、彼に報告、彼じゃないや、彼女だっけ。彼女に報告して、メインの方も幅広くやっていこう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。